100周武道具店の動画。カエルくん、カエルくん、もう少しね、しないは上から握った方がいいと思うよ。うるさい、あっちへ行け。サルくん、サルくん、右足のつま先は上げない方がいいよ。やかましいわ、どけ。えん、えん。あ、ちょっとかわいそうなことしたかな。えん、えん。弟。弟。弟、来てくれたか。兄ちゃん、こいつらかい？おやりなさい。うぎゃー！一撃。うぎゃー！一撃。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、この春から剣道部に入部した子もね、結構そろそろね、慣れてきた頃かと思います。今まさにこのタイミングで皆さんにどうしてもお伝えしたいことがあって、今動画を回してます。テーマはズバリ、一撃でぶち抜く方法です。こういうことはないですか？しばらく稽古やってるんだけど、どうも最近上達した気がしない。1年前の自分の剣道と今の自分の剣道、ほとんど変わっていない。気持ちわかります。僕も同じです。大人も子供も関係ないです。剣道やってる人だったら誰だってそういうこと考えるときありますよね。今日はそんなあなたのためにお話しします。だらだら1ヶ月稽古するよりも、今日の動画の内容を聞いてもらった方が一撃でぶち抜けます。今日もできるだけわかりやすく説明しますので聞いてください。今日のテーマ、一撃でぶち抜く方法と聞いたら皆さんどんなこと想像しますか？やっぱり、何？出花ごて？それとも返し道？中心の取り方？引き技？連続技？もうそれも大事なんだけど、今日お話しする内容はその前のもっと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 大事なことです。一撃でぶち抜く一つ目の方法は、今すぐです。まさにこの動画を見ながら、今すぐ覚悟を決めろっていうことです。なぜならば、自分のやる気スイッチが入ることなく、親とか先生に言われるがまま稽古しても全く上達しないからです。本当です。1年やっても2年やってもほとんど上達しないんです。まあそれも悪くはないんでしょうけど、今日は一撃でぶち抜くっていうテーマで話をしますので、まあそれはあえて時間の無駄と言わせてください。それぐらい大きい違いがあります。特に一番やばいと思うのは、自分も含めて周りの子、誰もスイッチ入らずにダラダラ稽古をやってる環境、これはやばいです。自分も気持ち持ってかれます。でもそんな中でもスイッチ自分だけ入れてください。少し分かりやすい例を出しますね。皆さん一緒に考えてくださいね。剣道の先生には3つのタイプがあるって知ってましたか？3つのタイプっていうのは、普通の先生、次が良い先生、次が最高の先生です。はい、ここからちょっと聞いてくださいね。普通の剣道の先生は何をすると思いますか？はい、普通の指導をします。じゃあ次ね、良い剣道の先生って何を指導すると思いますか？はい、剣道の良い指導をします。じゃあ次3番目ね、こっからよく考えてね、最高の先生は何をすると思いますか？はい、最高の剣道の指導じゃないんです。じゃないんです。最高の剣道の先生っていうのは、もちろん指導もいいんだけど、生徒たちのやる気を出させるのが超うまいんですよ。指導もすごいけど、やる気のスイッチを入れるのがうまい、そんな先生もう何人もいます。もうすごい、真似できないぐらいすごいんです。やる気スイッチが入った人、覚悟が決まった人っていうのは、その瞬間変わります。まずは目つきが変わります。姿勢が変わります。声も変わります。そして、先生の言うことを聞く態度が変わって、稽古に対する取り組みも変わります。そして、言い訳がなくなって、人のせいにしなくなります。厳しい稽古が辛くなくなります。そして、もっとどんどん強い人と稽古がやりたくなります。どうですか？話を聞いてるだけで、今夜の稽古に行きたくなりませんか？今まさにこの動画を見ながらスイッチが入りかけてるんです。
とは言ってもやっぱりね、宇賀店長は大げさ、騙されるとこだった。そんなこと言ってもやっぱり上達には何ヶ月何年もかかるでしょって思ってると思うんです。だけど本当の本当の本当に剣道をやってる子たちはたった1日で化けるとき、上達するときがあるんです。それどういうときかというと、昇級審査で受かったときとか、大好きな先生に褒められたときとか、練習試合で初めて1本取ったときとか、練成会とかにね初めて行ってライバルが見つかった時とかね、本当に自分でも気がつかない、そういうね小さい心の変化っていうのがあるんですよね。それをねもう本当本当大事にしてください。私もっとできるんじゃないだろうかとかね、もっと上手になりたいと思ってるんじゃないだろうか、それこそがまさにスイッチが入る瞬間なんです。一撃でぶち抜くためには今すぐ覚悟を決めてやる気スイッチを入れることです。一撃でぶち抜く二つ目の方法は、とにかく竹刀を振れということです。結局なんだかんだ言って振ってる本数こそが上達を大きく左右するからです。竹刀を振ることなく上達するぞ、そんな近道はないです。私は稽古の時だけ週に2回だけ竹刀を振って周りの子をぶち抜くぞ、そんなことはありえません。実際に竹刀を振ることなく YouTube を見てテクニックを学んで先生にコツを聞きます、全く上達しません。なぜならば一本も竹刀を振ってないじゃないですか。こんな話がありました。聞いてください。実話です。ある中学1年生の男の子 A 君はこの春から剣道部に入部したばかりです。顧問の先生が最初にみんなに言いました。皆さんこれから毎日1000本素振りをしてください、必ず上手になりますって言われたそうなんですよね。いや中学1年生の初心者に毎日1000本ってね、なかなかすごい数字だと思うし、まあ本当にね先生もまあ本気ですやれよって言ったかどうかわかんないですよ。だけど A 君はそれを信じて5月の1ヶ月間で3万本振ったんですよ。で1ヶ月後ぐらいかな、ある道場で A 君を見かけたんですよね。最初は A 君って気がつかなかったんだけど、やたら竹刀がね大きく上手に振れてる1年生いるなと思って見てたら、それが A 君だったんです。稽古終わってお母さんと僕のところ来て、聞いてくださいってね、5月の1ヶ月で3万本振りましたってわけなんですよ。うわすげえ、本当に振ったんだってね。もちろんそのたくさん振った結果竹刀が上手に振れるようになったこと、それはもちろんいいことなんですけど、それ以上に A君のもうこの表情からね、部員の誰もできなかったその3万本を振り切ったっていう自信がね現れてるんですよ。やっぱりねぶち抜くっていうにはたくさん振ること、うお俺も素振りをやりたいと思うんですよ。誰もがそう思います。でもそのやる気は長くは続きません。なぜならばどれぐらい素振りをしたらどれぐらい上手になるかわからないで振ろうとするからです。そういう人は聞いてください、騙されたと思って3万本素振りをしてください。必ず変わります。そのね3万本っていう数字も適当に言ってるわけじゃなくて、僕自身実はこの3年間素振りを毎朝積み上げてます。今日で70万本目ぐらいです。目標は100万本です。その中で思い返してみると、最初の3万本目ぐらいっていうのはとにかくねいろんな気づき、先生から言ったことがもうどん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 なんか入ってきて、いろいろ改善ができて竹刀が上手に振れるようになった、成長が大きかった時、それが最初の3万本目だなと思うんです。だから騙されたと思って3万本積み上げてください。必ず上手になります。まあ注意点、コツとしては一度に1000本振る必要はないと思います。朝昼晩寝る前とかに分けてもらってもいいと思います。また肩とかね体が痛くならないように重たいもの振るってよりは軽いものね、僕は最初新聞紙丸めたようなもの振ってました。それでも十分いいと思います。一撃でぶち抜く2つ目の方法は、とにかく竹刀を振るでした。一撃でぶち抜く三つ目の方法は、できた気になるなって方法です。そこで止まるよ。これはね、もしかしたらぶち抜く方法っていうよりは落とし穴的なことかもしれないんだけど、まあ実際にはできてるのよ。上手にできてるんだけど、そこで自分ができたって思っちゃうと上達にすんごいブレーキがかかっちゃうんです。一撃でぶち抜くためには自分はできてるじゃなくて、自分はまだまだだって考える必要があるんです。今の自分に満足しちゃダメなんです。
なんで自分ができた気になってると良くないかっていうと、ある例としては、小学校の頃の剣道の経験者が中学で剣道部に入りました。まあよくあるよね。そうすると自分は経験者、周りは初心者で自分が一番同学年で上手なわけです。なんだったら先輩よりもちょっと上手だったりするかもしれない。このパターンがその子が一番、できたっていう気になる良くないね、悪いケースなんです。周りの初心者の子は、どんどん頑張ろうとするんだけど、その子はもう自分はできてるって思っちゃうから、なんか余裕があって、でむしろ周りに合わせて手を抜いたりすることもあるんです。そうなると気がつかない間に差がどん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 縮まってきて、3年生の最後には逆転されることがあります。そうならないように、自分がたとえ一番だとしても自分はまだまだだと言って自分をどんどん高められる子、本当にすごいです。それが間違いなく一撃でぶち抜く子です。いかがでした？以上が一撃でぶち抜く3つの方法です。1つ目は覚悟を決める、2つ目はとにかく振る、3番目はできた気にならない。いかがでしたでしょうか？僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画をアップしています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ。